ハイクビジョンは、中華人民共和国石膏省甲州市に本社を置く、防犯カメラ及びレコーダー企業、中国電子機科集団の子会社が所有する企業である、2001年に創立。当初はハネウェルなど外国製品の OEM を行っていたが、2007年から海外進出をはじめ、アメリカ同時多発テロと、 中国政府の展望計画を追い風に2011年から2017年にかけて世界最大の監視カメラメーカーとなり2017年時点の世界シェアは38%ともされた2010年代からアメリカ合衆国でもシェアを伸ばしてアメリカ合衆国の警察やアメリカ国防兵団局も導入しカリフォルニア州職員退職年金基金などの アメリカの公的年金基金も投資を行っていた。2018年に米中貿易戦争を受けて成立した国防権限法によって同じ中国企業で監視カメラ世界シェア2位の DAFA、テクノロジーや通信機器世界最大手のファーウェイなどとともにアメリカ合衆国の政府調達から排除されたが政府調達の禁止後も米フロリダ州の海軍基地の購入や ピーターソン空軍基地など複数の米軍基地や政府施設で3000台近くのハイクビジョンやダーファの監視カメラが撤去されていなかったことが問題となった。日本法人はヒッコビジョンジャパン株式会社という名称で2019年設立東京都港区に日本支社を置く通称はハイクビジョンジャパン会長の陳秋年全国人民代表大会に 参加している。ありがとうございます。